まあな。面白い。俺も乗せろよ。金貸せよ。やめるよ。みんなやめるよ。言わねえでさ、俺たち不良にとっちゃこの世の中ますます住みにくくなってんだよな。今までのことは全部水に流してよ、お互い協力して銭儲けしようやん。斉藤さん、あんたのことは全部調べがついてるんだ。何のことです？私はダニみたいに食らいつくつもりはないんですよ。ただね、あんた方お二人がつまみ食いした公金で事業を始めたように、私も事業に転じたいんで、500万で手打ちましょう。やつかい、中根って野郎は。ここの用心棒料をこっちに叩くだけでも大したもんだぜ。つまり野郎を叩き潰した銀座は俺たちのもんか。俺はやつをバラすぜ。またこいつ掴んだら、まったく便利な死神拾ったもんだぜ。バカ野郎、この国の最近資金だ。出し買いできるんだよ。俺は何も言っていねえんだ。やったのは渡辺じゃねえかよ。てやんで、バカ野郎。こうなったら全員パクられるに決まってんじゃねえか。